はい、こんにちは。安藤明久です。今日はですね、お金持ちになれない人の特徴、お金のせいにする人という話をします。この動画を見るとですね、お金持ちになれない人は何か問題があってもお金のせいにする傾向があるということがわかります。では、行きましょう。では、今日もですね、いきなりですが問題です。あなたはですね、お金がないという理由で何かできないと思っていることはありませんか？何でもいいのでですね、できるだけあなたの過去を振り返って、お金が原因でできなかったと思っていることをですね、思い出してください。多ければ多いほどいいです。はい、では思い出しましたか？では次に行きます。お金のせいでですね、行動できなかったこと、私もたくさんあります。例えばですね、学生の時に、お金がないから、飲み会には行けないとかですね。あとはですね、お金がないから大学院に行けないんじゃないかとかですね、お金がないから幸せになれないとかですね、このようにたくさんですね、いろいろできないことがですね、お金のせいだと、そのように思っていた時期があったんですね。しかし、それは本当にお金が原因なのかということを考えてほしいんですね。例えばですね、私はお金がないから大学院に行けないと考えていたこともありました。しかしですね、よくよく考えてみると、私は十分奨学金を借りれる成績だったんですね。つまり、大学院には本当に行きたくないのにですね、その行きたくないっていうことを自分が気づきたくないので、お金のせいにしているっていうことがあったんですね。つまり、お金がないから大学院に行けないっていうのは嘘っぱちだったんですね。お金がないっていうのが原因ではなかったんですね。このようにですね、人はですね、問題をお金のせいにしやすいんですね。ですから、先ほどですね、僕がお金がないから飲み会に行けないっていうことを言っていたと思うんですけれども、お金がないから飲み会に行けないのではなくてですね、飲み会に行きたくないっていうのが本心なんですね。このようにですね、人は問題をお金のせいにしやすいのです。しかし、まずここで覚えておいてほしいのがですね、その問題のほとんどの原因はお金のせいではないということをぜひ覚えておいてください。で、一方ですね、お金持ちや成功者の方っていうものはお金のせいにはしないんですね。ですから、私がですね、お金がないから大学院に行けないって考えていたんですけれども、お金持ちや成功者の方はどう考えるかというと、どうやったら大学院に行けるかって考えるんですね。大学院に行きたいのなら、どうやったらお金を使わないで大学院に行けるだろうかって、このように考えるんですね。お金持ちの方はですね、お金がなくてもできるという考え方をします。どうやったらそれができるかというふうに考えて、知恵を絞るんですね。ですから、もしあなたがですね、お金があればモテるとか、お金があれば幸せになれるとか考えていたらですね、そんな考えは今からやめてください。これは本当に要注意です。ほとんどの原因はもうお金のせいではありません。しっかりですね、あなたがですね、その問題を見つめ直して原因を探してみてください。お金があれば幸せになれるのにと考えている方は周りを見てください。お金がなくても幸せの方はたくさんいます。ですから、何かあなたがですね、お金があれば何々できるのに、お金がないからできないとか、そう思っているのでしたら、ぜひあなたは一回落ち着いてですね、その原因が本当にお金なのかどうかっていうものを考えてみてください。そうやってですね、あなたが考えて知恵を絞ることですね、少しずつお金持ちの考え方や成功者の考え方に近づいていきます。はい、では最後までご覧になっていただき、本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、画面右上のチャンネル登録ボタンをクリックと、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また、YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき、本当にありがとうございました。